まず何といってもこの見た目やと思いますね、うん、こういうカメラを待ってた、これみんな言うと思うんですけど、もうほんと100万年待ってた。僕車が好きなんで、まあ、この車でちょっとしたドライブとか出かけるときにいつもこのように連れて行こうかなと思います。ルミックスはもともと動画に強いメーカーだと思うんですよ。なんで、結局こういう写真機前としたデザインだとしても動画機能は損なわれていないっていうところがあると思うので、まあ好きな車の写真をかっこよく撮ったりとかで、走行シーンを動画で撮ったりとか、とにかくね、今回から入っている車認識 AF がすげえ優秀なんですよね。だから結構それを対応してなんかこうドライブミニ Vlog みたいな、そういうのを作ってみたいかなと思いますね。どんな人に会うか、そうですね、そんなに写真とかカメラにこれまで興味を持たなかった人に持ってみてもらいたいかなと。これまでスマホで写真も動画も楽しんでいた人だけど本格的にはカメラは別に欲しくないなっていう人に結構刺さるんじゃないかなと思ってます。でそういう人が手に持って使ってみると、スマホよりもちょっとおしゃれな映像が撮れる、そしてスマホよりもちょっといいものを携えている、なんかそういう満足感みたいなのが得られるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう人におすすめなんじゃないかなと思います。クラシックなカメラっていういでたちをしていると。なのにメカシャッターがない、それからファインダーがない、そしてアクセサリー集がコールドの仕様であると。そういうところはやっぱり僕みたいなカメラクロート、まあ、下手くそではあるんですけど、まあ、10年からカメラ触ってきてますから、そういう立場の人間からするとやっぱりちょっと残念やなっていうところはありますね、だけど多分このカメラが見てるそのターゲット層っていうのは俺たちじゃないんでしょうね。そんな感じは正直します。まあでも見た目はすごくいいので、おしゃれなものが欲しい人にはいいのかなと思いますね。で普段やっぱりルミックスの S1H とか S5 Mark IIX だとか、そういうカメラで僕は動画を撮ってるんですけど、やっぱあのカメラをこういう、気軽なドライブなんかに連れて行こうとはなかなかこう思えなくて、あれはちょっとやっぱ本格的なお仕事とかで使うカメラかなと思ってるんで、そこにこのルミックス S9 っていうのはいい位置にいてくれるんじゃないかなと。助手席にポンと投げといて、でそれで好きなところにブーンと走って、でその旅先で美味しいものを食べたり、でその美味しいものをバシャッと撮ったりとか、まあ、そんな感じで楽しんでいけるんじゃないかなと思いますね。そんな難しいものをこれで撮ろうとしなくていいと思うんですよ。気軽に撮ったらいいんじゃないかなと。 S9 の後継機、そうですね、やっぱりおっさん受けするこうフラットなこうデザイン重視のラインで高級モデルっていうのが出てきたらいいのかなって思いますけどね。そのさっき言ったファインダー、メカシャッター、それからホットシュー、ちょっとでかくなってもいいし重くなってもいいし高くなってもいいから、そういうのが出てきたらいいかなって。ちょっとサイレンがうるさいな。ルミックス S9 ね、まあ俺はいいと思うんですけど、ギュイーンはなんていうかな、むずいな。